急なんですけど、それにしてもっていう話なんですよ。 Wi-Fi の工事ですわ。工事の方が多分忙しいんだろうなってのはすごいわかるんですけど、その場所が工事可能か場所なのかどうかを見に来るので今2ヶ月待ちしてるんですよ。長いって。多分ちゃんとした検査が入るんでしょうけど、ただあこんにちは、あこんにちは、お願いします、あこれだったらいけますね、いやこれちょっと厳しいですね。2ヶ月、混み具合どうにかできる方いないんですか。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部タクです。困りました。だからずーっと前も言ったんですけど、ポケット Wi-Fi 送るっつってソフトバンクエア送られてきたんですよ。ずーっとソフトバンクエアだから、ゲームチャンネルの更新がまた止まってんすよ。一個もアップデートできてねえし。それはいいとして今日なんですけど、視聴者さんからこんな DM 来てました。タクさんこんばんは。こんばんは。去年大学生になったのですが、携帯電話を安く購入できますなど、こういったストーリーを仲のいい友達が挙げていました。さらにこの人のストーリーに映ってる人がとても怪しい人っぽくて、正直マルチ商法かなんかかなと思っています。この友達がもしマルチにハマってしまうとすんごい悲しいので、タックさんの方で調べて動画にしていただけると幸いですということなんですけど、ありがとうございます。確かにこれ今若い方見かけたことある方多いんじゃないですかね。っていうか関係ない話するんですけど、インスタの広告ってターゲットの精度やばくないですか。僕最近ポケカのことばっか調べてたら、広告が全部ポケカになったんですよ。しかも公式が出してるとかじゃなくて、めちゃくちゃ怪しいんですよ。サーチしてません最安値みたいな、すんごい安い書体で書いてあって、ターゲット力大丈夫なのかってくらい正確ですよね。ちなみにインスタグラムって、このインスタグラムっていう会社があるわけじゃなくて、 Facebook の傘下にあるプラットフォームなんですね。2012年に Facebook が7億1500万ドルでインスタグラムを買収しました。とんでもない額ですね。で、このインスタグラムと Facebook っていうのはユーザーデータを共有してるんで、この精度の高いターゲティングを駆使して広告配信をすることが可能になってるっていうんですね。Facebook アカウントを僕持ってない気がするっていうのは一旦置いといて、今日はこういったインスタグラムで今多い怪しい広告ですよね。最近あったことなんですけど、中学のちょっと人気あった女の子が、自分の人生は自分で変える、詳細は私に DM 送ってくださいみたいなことやっててちょっとへこみました。今日はですね、こういったマルチ商法であったりとか、もっと言えば違法性の高いネズミ講っていうのはなぜなくならないのかというところについてもお話していきます。まず視聴者の携帯のストーリーの話、これはおそらくですね、その方が本当の善意の可能性を抜きにして、モバイルプランナーと言いまして、今かなり急増してるアルバイトになってます。内容としては、自分の友達に拡散して携帯のプラン変更とか乗り換えの契約をさせようとするってわけなんですけど、これ何が行われてるかっていうと、いわば誰かを紹介すると自分にお金が入るっていう仕組みのマルチ商法の一種です。厳密に形は違うんですけど、それは後半にお話します。ただやっぱり印象が悪いんですけど、このマルチ商法自体は違法ではありません。このモバイルプランナーの仕組みをざっくりと言いますと、商品とかサービスの販売員に自分がなるんですね。で、その販売利益を得ると同時に、友人とか身近な人を販売員にするように勧誘するんです。そうすると一定の紹介料が得られるっていう商法で、これが連鎖的に拡大していく仕組みになってます。これを連鎖販売取引って言います。これは特定商法取引法第33条によって、勧誘する前にですね、販売業者名、そして商品の種類、それが勧誘目的であることを明示しないといけないと定義されてるんですね。なので、一緒にカフェに行きましょうとか、ちょっとお時間いいですか、飲み行きましょうっていう風に食事に誘われて、いきなり相手が商品の紹介をしてきた場合、この時点で違法行為になります。この場合ですね、3割の力ぐらいまでならぶん殴ってもいいとされています。つまりですね、これ安くできますよ、これストーリーは嘘をついてるわけではないんですよ。ただそんな甘い話はありません。このモバイルプランナーにも横浜アリーナぐらい大きな落とし穴があります。まずここの仕組みなんですけど、相手の謳い文句としては、固定費を安くできる半額で買えますよと言ってきます。例えば白い犬のお父さんのとこですと、得するサポートプラスっていうのを利用すると、本体代金を48回分割の4年間で支払う契約をして、25回目に機種変更すると、残りの本体代金の支払いが不要になるので半額で買えますよっていうような言い方をするんですね。ただ実際、この25回目に機種変更しない限りはですね、本体代金の支払いはもちろん必要です。さらには25回目、もし機種変となると本体の返却が必要なので、返却しない場合お金を払い続けないといけません。またここ大事なんですけど、この時25回目の時に画面に破損があったりとか、どこかに傷があると追加料金を取られるケースっていうのもあります。こういった詳しいところは絶対にちらつかせません。さらに教育として、まず一旦自分の友人とか知人に営業をかけなさいと言われるんですね。理由は一つ、信用しやすいからです。例えばですね、これは実際に注意が出されたものなんですけど、大学のサークル仲間から携帯電話の営業の練習に付き合ってくれないかと言われるんですよ。で、実際やってみると、いきなりスーツ姿で現れて、これ練習の営業始まるのかなと思いきや、それが本番だったりするんですね。とか、これ練習だけどさ、これ やるみたいな、これね、本当すっげえ男なんよみたいな、こういったね、せこい手口も確認されています。ちなみにこういった方には4割程度ならタックルしてもいいと言われています。結果ですね、これ行ってる側もこのルールっていうのはあまり知らなくて、仲が良かった友人や知人からは距離を取られてしまい、縁を切られてしまうケースが起きます。これは自業自得です。こういった人脈とかね、その人の友達をお金に変えるという性質があることが、このモバイルプランナーの重大な問題点であって、今社会問題になってます。実際に同志社大学、神戸学院大学、各大学がホームページにてこのバイト注意してくださいよというふうに行っています。ではなぜこれ大学生に多いのかっていうのは、春から〇〇大学でガッツリ言いましたんで割愛するんですけど、ぜひ概要欄ご覧ください。この求人サイトには、就活で無双できる、営業スキルを学べる、就職に有利になる、
こういったわけのわからない言葉を歌っています。就活で無双って何ですか。で、まあ実際やってみたら実は歩合制なんだよね。いや出来高制だからこれだけしか給料ないんだよねって言われて、結局自分で顧客を獲得しないといけないと。ただ最初にも言いました、このモバイルプランナーっていうのは細かく見ていくとマルチ商法とは若干違うところがあるんです。それが組織構造、収益構造、営業目的、手法です。まずマルチ商法の場合ですね、組織構造っていうのは階層構造になってて、これはまあ従来から存在する組織形態の一つで、社長、部長、課長、係長、一般社員といったそういった序列に組織されている。で、上の人の命令に従って下の者が働くっていう組織のことです。そして収益構造っていうのが月額費用が必要なんですね。これはもう組織に加入するだけで支払いが発生するところもあります。で、営業目的っていうのはもう組織に入会させる、その入会する順番とか人数で自分の収益が変わっていくっていうもので、この手法はセミナー、イベント、人からの紹介を活用したありとあらゆる営業手法です。一方このモバイルプランナーの場合ですね、組織構造上下がありません。並列構造です。これには階層がなくて、もう個々の主体性、自立性を尊重する組織マネジメント法と言われています。組織に必要な機能をマーケティング、財務、顧客管理といった、まあ、そういったロールと言われているグループで体系化して、ロール単位で意思決定を会社全体に分散するというやり方をしています。で、収益構造がこれまあ月不要なところ多いんですよ。あくまで商品を提供した場合の収益になります。若干月額数百円とか取るところもあるみたいです。で、この営業目的、これは商品販売ですね。個人の販売量によって収益というのは変わってきます。手法はテレアポ、新規顧客との商談を取り付ける営業手法ですね。ここはあまり変わりません。はい、とこのような若干の違いになってまして、ただどちらも商品とかサービスの販売を目的としたビジネスで、ただこれが一概に違法ではないので取り締まることができません。ただやっぱり騙す意思が少なからずあるためですね、ちょっとでも怪しいと思ったら友人であっても近づかないことが大切です。もしここに悲しい経験ある方いましたらコメント欄お願いします。じゃあこれと似たものでネズミ講というものがあるんですけど、このネズミ講と呼ばれるもの、これは違法になります。これ何が違うかというと、先ほども言った嘘をついた勧誘しかりですね、嘘ではなくても無限連鎖講の防止に関する法律に該当します。この法律において無限連鎖講、これ何かと言いますと、これピラミッド形式の組織になってまして、先に加入した2人が2人以上の人を勧誘して、さらに2人以上の人が同じく2人以上の人を勧誘していくと、このように順次同様の方法で加入者を無限に拡大させていくことを言うんですね。で、まあ仕組みとしては、先に加入した人は加入料っていうのを入会金として支払うんですけど、後から加入した人の一部をですね、紹介料として受け取ることができるんで、金額にもよるんですけど、だいたい自分以外の10人の人を勧誘させれば、最初に払った加入料を紹介金でチャラにすることができるという仕組みなんですね。このような仕組みの組織を開設すること、そして運営すること、加入すること、加入を勧誘すること、これらの行為を助長する全ての行為が禁止されています。理由は簡単です。この仕組み必ずどこかで崩壊するようになってるからです。これはですね、加入人数関係してくるんですけど、単純に毎月2人以上が連鎖して加入させていくと、27ヶ月目の2年3ヶ月後にはですね、その数1億3421万7727人になってるんですけど、これってみんなが騙されれば約2年3ヶ月で日本人全員をネズミ講に引っ掛けることができるということなんですよ。物理的に不可能。下に行けば行くほど絶対紹介料じゃ賄えなくなるんですね。さらに問題なのは手法としてもいろいろあって、一番厄介なのが商品を持たない情報商材ですね。これは8割9割もうこれ9割以上は詐欺です。例えば SNS とかで1日30分クリックだけで月に100万稼げる裏技とか、たった3万円が半年後に1億円に化ける FX 攻略家みたいな、こんなうさんくさいキャッチコピーのノウハウの情報のことなんですけど、こういったものを主にインターネット上で売り買いされる有料情報のことで、まあ今携帯としては PDF のような電子データの形式、 DVD、 動画、メール、マガジン、アプリケーション、いろんな形で取引されています。また場合によっては高額なコンサルとかセミナー、ソフトウェアの契約をさせられるケース、購入時には契約書にアフィリエイト、ビジネスサポート、コンサルティング、業務委託、こういったよくわからない横文字の名称が用いられることがあります。まあ皆さんね、もちろんわかってると思うんですけど、副業とか投資をもし考えてる方ですね、この情報商材とかは 98% 以上は自分が儲けることなんかできません。カモになって尾は終わりです。引っかかる人が多いのでなくならない。しかもちゃんとその説明はしたよということで、なかなか摘発するのも難しいんですけど、これがですね、ようやく徐々に変わっていって、去年の2022年ですね、マルチ商法といえばでおなじみアムウェイが行政処分されました。10月13日、これ消費者庁が社名や目的を言わずに勧誘した、目的を告げずに誘った相手を自宅や事務所に連れ込んで勧誘した、相手の意思を無視して一方的に勧誘した、契約制定前に書面を交付しなかったと。さっき言ったね、このやり方自体がダメなんじゃなくて、こういった手法を使って誘ってるのがダメなんですよっていうところで、6ヶ月の取引停止命令を出すと同時にですね、再発防止を講じることを求めています。これやっとかよって話なんですけど、消費者庁にはですね、全国の消費生活センターに寄せられてる相談件数とか苦情、もう2019年の時点で317件、2020年では257件、2021年でいくと270件と、減ることも増えることもなく、毎年200人から300人ぐらいが被害相談にあってます。なのでこれを潰すってのはすごい難しいと思うんですけど、こういったマルチ商法に引っかからないためにはどうしたらいいのか、まあ、まずは自分の友達とか知人の紹介であっても話を鵜呑みにしないでください。はっきりと断ることが大事です。お前それマルチやろっつって、なのでね、まあ、その場で契約しないってことが大事なんですけど、まあ、もし流されて契約書面を受け取ってしまってやってしまったとしても、20日以内であったらクーリングオフができるんで、仮に契約してしまっても解約できるんで、こっちも覚えてください。ただ、まあ、人を騙してまで生きようと思うその精神力の強さだけは一
級品ですね。今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。急なんですけど、高校生の時のクラスのグループラインってあるじゃないですか。で、あれこの動画やるにあたってちょっと見てみたんですよ。僕含め4人になってました。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部コタクです。お礼します。逆に珍しいですよね。年々3人ずつぐらい減ってってるっていうね。さあ、そんな今日なんですけど、この時期のツイッターにちょっと注意してくださいよみたいな動画になってます。それが主にですね、進学等で大学に行かれる方限定にはなってしまうんですけど、それがこちら、ハッシュタグ春から〇〇大学帝京平成大学ってのが一番語呂いいですけど、このようにですね、ハッシュタグをつけてここに入りますとツイートして、 SNS 上で事前に知り合ってサークルの誘いであったりとか、ある程度の関係値を作っておこうというものでつぶやかれてるものなんですけど、ただ今こういったツイートをしてる新大学生に対して、怪しい宗教に勧誘したり性的な画像を送るっていう事例が多発してて、それが一つ社会問題にもなってるというものでして、これを具体的に言うとですね、2021年の2年前ですね、上智大学がハッシュタグ春から〇〇大っていう投稿危険ですよっていう注意まで出しました。内容が、新入生に勧誘活動や性的な画像が送付されるなどの事案が報告されています。授業開始までの間、特に新入生の皆さんは個人情報の管理と十分にご注意ください。発信情報が正確とは限りませんといった内容です。同じようにですね、日本大学でも中央大学でも被害報告というのが出てます。つまりはこのタグをつけてる人に対して、新入生狙った犯罪、そしてネットワークビジネスとか、さっきも言った宗教勧誘、こういったものが横行してるというんですね。さらに近年はコロナ禍っていうのも重なって、巻き込まれる学生が急増してるというものなんですね。じゃあ具体的にですね、実際このハッシュタグを使った人に何をしてるかと言いますと、まず悪徳業者による売り込み、フィッシング詐欺、架空請求、ネットワークビジネスネズミ講、売り付け商法、宗教団体勧誘、薬物、空き巣、セクハラとですね、聞いたことあるありとあらゆる犯罪の被害が報告されてます。そんな引っかかるかと思ったんですけど、まずフィッシング詐欺、これ大学生以外でもちょっと増えてるんですけど、お金配りとかですね。これ手法としましては、仮にですよ、ハッシュタグ4万円大学で僕がツイートしたところに DM が来るんですよ。その内容が、このツイート見ました、私も今年から4万円大学なんですけど、このサイトで今新入生の交流募ってるんで、よかったら覗いてみてくださいで、え、そんなあるんやと思ってリンクを押したら、はい、フィッシング。これは押してしまう可能性高いですよね。しっかりドメインを確認してください。さらに多いのがネズミ講、ネットワークビジネスなんですけど、手口としてはボランティアサークルの勧誘とか、国際交流を歌って DM のやり取りだけでちょっと信用しちゃって、入りますって言ってしまって行ってしまうとヤバい集団だったというパターンですね。嘘ついてる時点で後ろめたさがあるってことですからね。実際過去にですね、警視庁2018年11月にですね、大学生のサークル TL ってところが摘発されました。ここ日本大学の学生らで作られていた場所なんですけど、これが日本一のイベントチームって書いてあって、 SNS はすごい楽しそうなパーティーの写真とか上げて、飲み会で簡単に稼げる楽しいサークルですよって学生を誘っていたんですよ。ただ実際には毎月一定の人数を入会させるノルマをメンバーに課したりとか、達成できなかったら不足分1人につき3万円の罰金を徴収、払えない場合は脅したり暴行したとされていて、結果脅迫暴行で学生が逮捕されています。あとは先ほどから言ってる宗教勧誘ですね。これ実は意外と毎年被害報告の上位に上がってるんですよ。これがですね、大学のあらゆるアンケート調査を載せてるキャンパスライフデータ2021ってものがあるんですけど、この大学入学後に遭遇したトラブルっていうところで、宗教団体からのしつこい勧誘が毎年上位に入ってるそうですね。ちなみにこういったものが全部載ってる本はですね、3万3000円で買えます。高っ。何この値段、すごい高い。それぐらい手が込んでるんだと思うんですけど、あとはですね、急増してる、これは前の動画でも紹介したんですけど、闇バイトの勧誘です。これも大学生、そして新入生に習ったものが非常に多いと言われてます。しかも悪質なのが、いつの間にか自分のしてることが特殊詐欺と言われる受け子とか出し子とか、こういったものに該当してて、知らないうちに犯罪に加担させられているっていうのも発生してます。まあ、これはちょっと本人も悪かったりするんですけど、ちょっと前で言うとコロナの持続化給付金詐欺で話題になったんですけど、慶応大学4年の野球部ですね、これが元プロ野球選手の孫にあたる大学生が指示して詐欺を働いたということで詐欺容疑で逮捕されたんですけど、この事件が発覚したのは、島根県の大学生が自分が不正受給に関わったかもしれないっていう相談を警察にしたのがきっかけなんですよ。この子自体も不正という認識が薄くて、この人自体は詐欺容疑で書類送検されたんですけど、結果不起訴処分になってました。これがですね、なんで新入生とか大学生を狙ってるのかって言いますと、やはり社会経験が少ない、そして社会問題の知識も乏しい、あとは心理的なところで言うと、新入生であれば将来や未来に不安がある時期だからというものでして、こういった心の隙間を利用して勧誘行為とか危険なことに巻き込もうとしてるわけですね。そうですね。さらにこれが偏差値の高い学校ほど注意を出してるっていうのもあって、やっぱり大学っていうのは小中高と比べて将来を決める重要な時期にもなりますし、さらには知らない人が多い、友達がほとんどいないっていう進学になる人も少なくないので、このハッシュタグを使う人イコール不安があるっていう見方もできるんですよ。さらに頭のいい大学だと、同じ大学だからっていう理由で完全に信じ込んでしまって、自分が今置かれてる状況をよく理解しないまま誘いとかに乗ってしまったりするんですよ。この大学の先輩が言うことだから大丈夫だろうみたいなね。でもよくよく考えてほしいんですけど、そもそもその大学生じゃない可能性でも十分にあるんですよ。 SNS だけだったら、これが一
番怖いですよね。そいつ大学生じゃなかったっていうのが。さらに大学生っていうのはお金に困ってるって現状があります。奨学金とかで学校に行った方はですね、一人暮らしをしながら大学行ってアルバイトを掛け持ちしたりとか、さらにこれが状況ってなると心細い&生活が苦しいって人もやっぱ多いんですよね。そこにいい人を装ったりとか、大学生を装ってネズミ講とかマルチ商法とかの勧誘を持ちかけるヤバいやつがいるんですね。これ前回お金配りやってるやつの本当の目的の動画っていうのも少し話したんですけど、やっぱりこんなリスクのないような話っていうのはありません。で、最初からグイグイ来るやつとか基本的にヤバいんで、なんか違和感のある話が出た時点で絶対裏があると思っておいてください。さらにこれちょっと僕が思うのが、大学生の方って同じ大学じゃなくても大学っていう共通があるだけで集まりがちじゃないかっていうのがあって、さっきのサークルみたいに DJ 社長さんが言ってたんですけど、大学時代にインカレサークルっつって複数の大学による合同サークルっていうのを作ってイベントやるぞみたいな感じのことをやったら3000人ぐらい人集めてお金稼いで福岡で会社建てたって話してて、これはもちろん本人がすごいっていうこともあると思うんですけど、それだけね共通点が大学生で違う大学だけれども不特定多数の人を集めることが可能であるって話で、結果今大学生の4人に1人は何かしらの被害に巻き込まれた、もしくは巻き込まれそうになった経験があるとも言われてます。やっぱりねちょっと心が弱くなると嫌でも断れないっていう状況は出来上がってしまうんですよね。さらに言うとこれが大学生に急性アルコール中毒が多い理由にもなってくるんじゃないかみたいな話で、まあ飲みサークルであったりとか、まあ、新人の関係会とかもそうなんですけど、ここには顔出しとかないといけないよなみたいな空気感で、行きたくねえのに行かないといけないみたいな空気になって、もう行ったら行ったでお酒をガンガン飲まされて結果アルコール中毒になってしまうっていうね、こういう大学生が非常に多いんですよ。しかもかわいそうなのがそういった内容はあんまり公開されないじゃないですか。中身結果ボンボン大学生が起こした事件ばっかり報道されて、大学イコール遊びに行く場所ってイメージを持ってる人も結構多い傾向にあるんですよね。でも実際よくよく考えると大学生ってめちゃくちゃ忙しいわけですよ。そこにプラスして奨学金という借金を背負っていかないといけないわけで、大学で何か真剣に学びながら一人暮らしして生活しましょうってなったら月10万以上は必要なわけで、精神的にも肉体的にもクタクタで疲弊しきってる状態って人も多いんですよね。そこを利用するクズがいるっていうことですよね。これはひどいもんですよね。ただやっぱりこれからですね、4月にかけて時期が変わって環境がガラッと変わる人たくさんいると思うんですけど、大学生に限らずですね、誰でも最初は1年生っていうのはあの歌があるように、まあ、どんな人であっても絶対に不安っていうのは持ってるんですよ。そこでこう気合い入れすぎたりとか無理して笑ったりとか、この先を心配しすぎたり、そこで弱ってしまって心を開きやすい時期でもあるがゆえに変な人と付き合っちゃったりして、こういったものに巻き込まれたりすると元も子もなくなっちゃうんですよ。せっかく頑張ったのに。これは参考になるか分かんないんですけど、逆に僕は就職しても不安っていうのは消えませんでした。まあ大学は行ってないんだけどもね、就職をね3つぐらいしたんですけど、全部そこに入るとゼロになるんですよ。でもそこの場所場所で助けてくれる、可愛がってくれる上司の方がいたりとか、出会いっていうのはいずれどこかに絶対あると思うんですよ。これから来る未来に不安を持っても、自分の想像してる通りの人生を歩むのって良くも悪くもすっごい難しいんですよ。なのでその今持ってる不安っていうのは期待に変えて、苦労っていうのは経験にして、もうある程度ずっと不安で人生っていうのは長いんで、できるだけ楽しんでいこうっていう風に前向きに捉えてみるってことをお勧めします。とはいえ環境が変わったからかなと思ってても、それが適応障害であったっていう可能性もあるんで、精神的な症状として憂鬱、喪失感、絶望感、食欲低下、焦り、緊張、神経過敏、涙もろくなるとか、さらにここに疲れてるのに眠れない、食欲失、めまい、動悸、吐き気、頭痛、肩こり、腹痛、倦怠感、疲労感とか、そういったものがずーっと取れないなと。さらには何かに依存してしまったりとか、お酒を飲みすぎてしまったりとか、食べ過ぎてしまうとか、なんか自分が変わったなって思ってしまう場合もあるんですけど、こういった心身の不調はですね、気づいてないだけでこの適応障害っていう可能性もあるので、ちょっとでもなんかいつもと違うなっていう風な異変を感じた方はですね、自力でご利用しようとせずに受診するっていうのもお勧めします。はい、というわけで今日は新入生を狙ったカスどもの話と大学生の実情なんかについてお話しました。まあ、まずもうちょっとしたら20代僕も終わりますけど、今現段階で大人になって未だに思うのは、体が疲れてる時とか自分の心の余裕がない時の対人関係ってずっと難しいってとこあるんですよ。普段許せてることにもイライラしたりとか、なんだこいつと思っちゃうことあるんですよ。でも経験上、そんな時になんだこいつって思う人は、なんだこいつが自分にとっては正解じゃねえかなと思うんですよ。これがずっと僕自分が疲れてるからだとか、自分の余裕がないからなのかなとか、まあ、なんか相手に気分嫌だなこいつと思われてないかなとか思ってた時もあるんですけど、いや俺はそいつが無神経なだけだと思いにしてますね。はい、それぐらいずぶとく生きてます。やっぱり自分が辛い思いしてまで相手に合わせたりとか思ってないことを言ったりする時間はねえって話ですよ。無理に笑うな、素直に生きろ、それが自分だと思うなら人生の主人公はお前なんだから。今日は以上です。おやすみなさい。皆さんごきげんよう、朝倉リトルグレイです。めちゃめちゃ謎かけします。お金とかけまして、朝食ミルクと解きます。その心は、どちらもめちゃくちゃ俺のマネー。
全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部方、タクです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけども、なんでツイッター消したんですかね。リスナーさんからこんなリクエスト来てました。タクさん、こんばんは。こんばんばんばん晩ご飯。ツイッターなんかでよく見るお金配りますっていうアカウント、あれって騙される人いるんですか。実際こういうアカウント結構見かけるんですけど、他に何か目的とかあったりするんではないでしょうか。調べてくださいということでして。ありますね。これあのツイッターだけではなくてインスタグラムもいますよね。あの大金をこう写真撮ってこう見せびらかして、何が楽しいんでしょうかね。あれ全部猫の写真に変えましょう。ただ実際僕に来る相談の中には、結果的には騙されてしまって、まあ、お金を送金するから一旦5万円を送金してくれって言われて送っちゃいました、今月どうしましょうとかあるんですよ。あと最近で言うと、マルチの教材を60万円で買ったけど、これって詐欺ですかみたいな。あの教材自体はすごくいいものなんで詐欺ではないと思うんですけど、タックさん的にはどうですかみたいな。詐欺です。はい、誰かに是非を問う時点であなたは気づいているはずです。その教材はただの紙切れだということ。はい、詐欺です。あのすぐに叱るべきところに相談してくださいということなんですけど、まあ、今日はですね、そんな中でも特に見かけるお金配りに関してなんですけど、まあ、まずこの動画の大前提として、お金配ってる人全員が全員嘘っていうわけではございません。あの9割ぐらいは嘘じゃないかなと思いますね。有名な方がやってるやつとか目的があるんですよ。っていうのもちょっと前ですね、 ZOZO 創立者の前澤さんもですね、お金配りおじさんつってやってましたよね。まあ、最終的にはものすごいフォロワーになったっていう記憶はあるんですけど、こんな感じで目的がフォロワーを増やすことじゃないですか。で、前澤さんは名前を知ってもらえて、会社を知ってもらえて、フォローした人はお金をもらえるかもしれない。その利害関係が一致してるんですね。まあ、ただこれが前澤さんのファンになるかとか、前澤さんの顧客になるかと言われると難しいとこだと思うんですけど、まあ、ただこれに関して去年ですね、野菜好きでーでおなじみホリエモン氏がですね、 YouTube でこの前澤さんのお金配りに対して、あれは天才だなって、ああいうお金配りに応募してくる人って、言葉を選ばなければ養分とかバカなんですよ、賢い人は応募しないから、つまり1000万単位の養分データベースができるんですよねって、あの痛烈なこと言ってました。まあ、ただこれで実際当たるかもしれないもの、まあ、しかも別に無料でできることなら、やること自体がバカな養分になるとは思わないんですけど、まあ、これが100円で応募できますよとかで、この倍率で100円使っちゃうみたいな、それって応募するってなっちゃいますけどね。ただやはりここの目的には人を集めるという行為ですよ、ね、なので結果的にこれがいい人だとか、この行いがいい悪いとか、まあ、偽善者だって言われようが言われまいが、そんなことはどうでもいいんですね。まあ、前澤さんがどこまでこれを考えてやってるのかっていうのは分からないんですけど、あの最近思うんですよ、結局あれって何の効果があったんだろうと、あのそこが気になりますよね。なので今日はですね、まあ、こういった有名な方じゃない方とかで、いや誰っていう人がお金配りやってるじゃないですか、まあ、こういうわけわからない人たち、まあ、このお金配りをもとに詐欺を働いてる人たちっていうのはいろんな目的があるということで、まあ、今回何パターンか紹介しまして、後半には実際騙される人って今どれぐらいいるのか、その人たちの心理こうじゃねえのかっていうのをちょっと話していきたいと思います。で、今年入ってからも大きな事件全国報道されてましたね。これが今年の1月24日、三重県津市の会社員30代の男性が、あの携帯に3億円が当選したので手数料払ってくださいっていう分を信じて、およそ250万円騙し取られました。おい、どうやってその会社入った、なんで騙されるこれに。まあ、この事件の発端っていうのが、皆さんも絶対届いたことあると思うんですけど、あのメールでこの男性にも、当選おめでとうございます、手続きはこちらからっていう風に書いた難易度1のメールが届いたんですね。で、男性はそこに記載されたアドレスからサイトにアクセスして開いてみたら、3億円が当選しました、受け取るには手数料払ってくださいと書かれてました。あのここから先のリンク踏む人初めて聞いたんですけど、リンク踏んだ先も3億円当選しましたって書いてあるんです。で、僕も気になってスマホ自体のそのメール G メールとかじゃなくて、それ見たら、3億円が当たったから100万円だけ分けさせてくれませんかっていうメール来てましたね。いや、俺に片思い15年目か、そのレベルでもやらんやろこれ。それぐらいありえないんですよ。だって応募もしてないのに当選してるんですよ。結構謎やん。ただこの後この男性はですね、電子マネーカードを購入して、カード番号をサイトに入力しちゃって、合計で250万円を騙し取られたんですね。まあ、こんな感じで普通に被害者まだいるんですよっていう風に報道されてたんですけど、これって本当なんですかね。なんかそういった詐欺撲滅のプロモーションの一環として捨てられた事件なんじゃないのこれとか思っちゃいますよね。それぐらい普通にネット使ってたら騙されるのってありえないことなんですよね、僕の中で。でもごくわずかですけど、そういうのに騙されちゃう人がいるってことは、まあ、詐欺師からしたら数打ち当たるというか、まあ、とりあえず一斉に送って、まあ、その中に一人でも騙される人がいるわけで、この騙される人を見つけるためにですね、SNS のお金配りアカウントも存在してるかもっていう話があるんですよ。まあ、こういったもので騙そうとする人たちって、まあ、そもそも詐欺目的でして、まあ、お金配りアカウント2つあるとするじゃないですか。そしたらそのアカウント同士横のつながりとかが結構太かったりして、一方をフォローしたらそれだけで複数のお金配りアカウントからフォローされたみたいなことあるんですね。だからちょっとステアカードが作ってフォローしてみてください。いろんなお金配りアカウントからフォロー来ると思います。で、これってリストみたいなのがあって、まあ、フォローしてしまうだけで、あ、こいつちょっと騙せるかもみたいな、まあ、そういった予備リストみたいなのに乗って、いろんな人がフォローしてくるという可能性があるんですね。だからもうフォローすらしない方がいいですね。普通にシカトした方がいいです。なんかそんなリスト乗るって嫌じゃないですか。で、他にこのお金配りをする考えられる目的としては、まずシンプルに人、ただただフォロワー目的っていう人もいます。もう本当に配る人もいれば配らない人もいるんですけど、シンプルにフォロワーを増やしたいだけっていうね、それで承認欲求満たすとか、中にはこういったお金配りますよって促してフォロワーを増やした後に自分が本来発信したいことを発信するみたいな、まあ、影響力を持ちたいって人がいます。それとさっき言った太くて多数に送るんじゃなくて、まあ、ちょっと騙す
されやすいかもみたいな人を選別するためにお金配り詐欺アカウントを作るってやつですね。続いて2つ目、こっからはもう実際に被害とか起きてるんですけど、それがクレジットカードの不正利用です。実際にあなた当選しましたってなって、本人確認のサイトこちらですって飛んだら、登録する前にですね、お金振り込みたいんであなたのクレジットカード番号を教えてくださいとか結構わけわかんないこと言ってくるんですよ。プリペイドカード式っていう話なんですけど、そこで番号入力して暗証番号も教えたら不正利用されちゃったということなんですけど、まあ、これなんで起こるのかって、まあ、向こうの心理としてなんかこういうのに引っかかるからクレジット番号も教えてって言ったら教えてくれるんじゃねえのみたいなのがあるんですよね。次に3つ目、これは結構気づきづらかったりもするんですけど、個人情報の売買利用っていうのが、これはメルマガ登録してくださいって、アドレスとか個人情報とか、なんかそこの項目にしれっと住所も教えてくださいって書いてあって、お金もらえるんだなって住所教えちゃったら、この情報が一式数百円で売られるっていうのがあって、まあ、知らない間に詐欺グループとまでは言わなくてもマーケティングの会社に売られたりとかして悪用されてるってやつがあるんですね。次に4つ目、マネーロンダリング。これおもろいなと思ったんですけど、面白くないんですけど、資金洗浄に使われてるということなんですけど、この資金洗浄って簡単に言いますと、まあ、麻薬とかね、脱税とか、まあ、犯罪によって生まれたお金っていうのを架空口座とか他人名義の口座を利用して、その資金の出所を分からなくすることなんですよ。まあ綺麗なお金にするってやつなんですけど、例えば10万円当選しましたってなって、そしたら振込先の口座だけ教えてくださいって言われるんですよ。だから別にね、不利益ないじゃないですか。暗証番号教えるわけでもないし、そしたら実際に振り込みました、確認お願いしますって言われて、自分の口座見てみたら10万円じゃなくて100万円とか200万円が振り込まれてるんですよ。え、なんで？そしたら向こうから連絡があって、いやほんとすいませんと、これ10万円振り込もうと思ったらちょっと桁間違えて振り込んでしまったんで、ごめんなさい、それ返してくださいって言ってくるんです。その時さらにですね、あのほんと申し訳ない、手間取らせてしまったんで、もう5万円あげるんで、あのどこどこで手渡しできませんかって言ってくるんですよ。なんか怪しいじゃないですか。で直接会って、でまあ実際に振り込まれたし、これで返さなかったら悪いよなって完全に信頼しきってしまって、あ全然行きますよっつって話に乗ってしまうんですよ。で実際会えて、交通費、当選金額、手数料差し引いた85万円をこれ返しますねっつって渡すと、結果的に自分の手元には数十万円残るんですよ。これ何やってんのと思うじゃないですか。これ要は詐欺グループが自分たちの口座にそのまま入れると足がついてまずい、操作されたらまずいよねっていう類の金をですね、全く無関係の第三者を経由して現金化した状態で受け取ろうという狙いがあるんですね。だから騙された側は分かんないんですよ、そのお金がどんなお金なのかとか。これ無意識のうちに受け子出し子、犯罪行為に加担することになってしまってるんですね。これすごい怖いですよね。とはいえ詐欺事件の件数自体は年々減ってきてるんですよ。これが警察庁の2021年における特殊詐欺の認知研究状況等についての資料からなんですけど、特殊詐欺の認知件数が1万5000件ぐらい、2017年には1万8000件あったんで、まあ、減少傾向にあるんですね。で被害額に関しても282億円めちゃくちゃあるんですけど、過去最高が2016年の565億円なんで、まあ、半分ぐらいに減ってますね。まあ、どちらも減ってきてはいるんですけど、一方ですね、ネット詐欺に絞ってみた場合、検挙件数はこれ年々増加傾向にあって、10年間で2倍以上になってます。はい、まあ、場所が変わっただけでネットの詐欺事件というのはものすごい勢いで増えてるんですね。ただまあ組織的なのは減ってるみたいで、まあ、ネットを主戦場とした詐欺っていうのは、まあ、オレオレ詐欺みたいなやつじゃなくて、チケットとかグッズ譲りとか、口座とかアカウント売買とか、まあ、そういう細かいやつですね。で絵を描いてもらうっつって5000円入金したけど、その後ブロックされて連絡取れなくなったとか、まあ、実際に振り込んだら相手のアカウント消えていたとか、メッセージしても返信来なくなったとか、こういったもの被害額としては少額のことが多いんで、まあ、1000円ぐらいだったら勉強代かなっていう感じで報告しない人も結構いると思うんですよ。だからそういう人たちを合わせたら実際の数はもっと多いと言われています。まあ、お金配りに応募しない人もこっちの方が結構身近に危険があるのかなと思いますね。こういう事例ってほとんどの場合法で裁くの難しいんですよ。ただ徹底的にやろうと思えばできるんですけど、まあ、時間もお金もかかってすごいめんどくさいんですよ。だからそもそも個人でのお金のやり取りとかはやらない方がいいです。てかまあこんな感じで SNS で人を騙すやつって自滅して死にます、こんなやつら。はい、まあ、一歩外に出ればすごい冷ややかな目で見られて、お仕事何してるんですかっていう質問にもう後ろめたさを感じながら、ああまあいろいろですかねって答えるしかできない惨めな人生を送って、まあ、仮に何か自分の幸せを築いたとしても、人から金を騙し取って生きてきたっていうその生産をしてないんで、もうずっと食材の気持ちでもう一生人目を気にして、あいつ自分に警察来るかもなってビクビクしながら生きていくんで、ほっときましょうこんな奴ら。まあでも騙されてしまう人がいる限りなくならないっていうのもあって、まあ、なんで騙されるのかなちょっと考えてみたんですけど、まあ、例えば高齢者とかであったらネットにそもそも疎いからっていうのがあるんですけど、別に高齢者ではなくても若者の中にもネット自体にそこまで詳しくない人って絶対いるはずなんですよ。そこで初めて見て入ってくる情報に副業っていうワードがあって、まあ、手口としては稼げる方法を教えますとか、お金配ってますって、まあ、高額な情報載せたりとか、元金出してくれたら必ずそれ以上にして返しますとか、お金配りやってます応募してくださいとか言って、こういったネットのお金が関わる類のものを、あこれが俗に言う副業なんだって勘違いしてしまってる人も多いんじゃないかなと思うんですよ。副業ってみんなやってるよなとか、お隣の誰々さんもやってたなって思い込んでやっちゃうっていうのもあるんじゃないかなと思いますね。あの副業じゃないです。はい、まあ、これは老若にゃんにょ問わずにネットをあまり知らない人っていうのが引っかかりやすい詐欺って言いますよね。なので少しでもなんか怪しいな、大丈夫かなと思った時って、目的とかその背景がわからないから怪しさが来るんですよ。まあ、無料ほど高いものはないって言うけど、実際これをやってこの人に何の得があるんだろう、その理由とかがないものはマジで気をつけてください。善意でお金ばらまく人なんかまずいないと思います。まあ、無料ほど高いものはないっていうのは、まあ、そういう意味合いも含まれてるのかなと思いますんで、十分に気をつけてください。
くださいということです。最後に一句、当選は応募したからやってくると、はい、応募してないのに当選はしません。今日は以上です。ぜひですね、皆さん過去にあった被害であったりとか、このお金配り詐欺ではなくても皆さんどう思うか、ちょっとこれ書いていただけたらなと思います。今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。DM 来てた。最近 C メールで電話番号のメールですね、国税庁からお知らせとリンクが届いたので調べてみたところ、詐欺だと書いてあったんですけど、あれって何が目的なんですか？わかる。ということで今日はですね、そういったメールとか LINE で届く謎のお知らせ、その目的とか対策について調べてきたんで紹介したいと思います。全国の匿名さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。これ冒頭に紹介したんですけど、皆さんも絶対一回ぐらいは何これみたいなやつ届いたことあると思うんですけど、よく届くやつでいくと、 Amazon の支払い情報の確認が取れませんとか、国税庁とか銀行から給付金が受け取れますとか でなんかリンクとかが貼られてるやつですね。この Amazon のやつ僕も届いたことあるんですけど、本当に注文してたんでマジで危なかったです。でこういった内容のメールっていうのが最近めちゃくちゃ多いんですよ。で基本的に詐欺なんですけど、この詐欺メールの内訳調べてみたら、全体の約 50% がアマゾンを装ったものらしいんですよね。もうアマゾンが悪いまであるよね。まず僕が来たのは、ご登録のクレジットカード情報が更新されてませんっていう内容のメールでして、このメールに添付されてるリンク、僕をクリックしちゃったんですよ。そしたらアマゾンっぽいサイトに飛ばされて、ログインしてくださいって感じで誘導されるんですね。これほんと見た目は公式そのもので、もうすごい作りが巧妙なんですよ。でそれに気づかずに、この並べられてる項目全部入力すると手続き完了しましたっていう風になるんですけど、実際にはこれアマゾンにはログインできずに詐欺グループに個人情報が流出してしまうっていう流れなんですね。あれ姑息やなと思うんですけど、やってる側の目的としては、こういう風に個人情報を手に入れて本当に Amazon で不正に商品を購入したりとか、その電話番号等を他の詐欺グループに売って営業をかけたりとか、すごいいろんな悪事に使われます。ゴミがマジで世のため一生海岸の掃除しろお前。ただ見分け方っていうのは結構簡単でして、まずサイトの URL が公式サイトのものかどうか、これは添付されてるサイトのリンクをコピーして、新しく開いたウェブページで検索するとすぐ調べられます。これで公式サイトが出てくれば問題ないんですけど、偽サイトだった場合ね、そういう偽サイトがまとめられてありがたいページ出てくるんで、そこで判別は可能です。次に日本語がおかしい。はい、これ海外の組織がやっていたりするんで、誤字脱字が多かったりとか、なんか文法とか文脈があれと思うようなメッセージは基本的に詐欺の確率が高いです。そのまま自分たちの言葉を Google 翻訳で日本語に直しただけやろみたいなのありますよね。結構これパッと見でわかると思うんで、ちょっと読んですぐ違和感感じたら、絶対クリックしないように気をつけてください。あとはですね、このコロナ禍っていう情勢を使って、リクエストであったみたいに、国税庁からお知らせです、国から給付金が出ますみたいな、こういったメールかなり多かったみたいで、これに関して結構引っかかってしまった人が多かったみたいですね。これ詐欺の見分け方っていうか、給付金メールとかで一回検索すると 99% ぐらい詐欺っていうのが分かります。で総務省のホームページとか Amazon もそうなんですけど、給付金のお知らせとかがその電話番号のメールで来ることってほぼないんですよ。あと最近だと LINE とか、これ昔からあるんですけど、勝手になんか謎の販売店とかの業者追加されてることありますよね。まともな企業は基本こっちが追加しない限り増えることないので、これも無視してください。で僕ね、ほんと1週間に1回ぐらい変なグループ入れられるんですよ。なんか転売なんちゃらみたいな。あれって大会すると誰々がグループを抜けましたみたいな名前が載るじゃないですか。そこで見つからないかなとか、見つかるはずがないのに、そういう心配しながら抜けてるんですけど。でなぜ詐欺グループはこっちの連絡先を知ってるかというと、基本的に電話番号というのは大体同じじゃないですか。なのでこの番号をランダムに入れて、メッセージを送って、引っかかればラッキーだろうみたいな感じなんですよね。さらにこういった C メールとか SMS とかですね、電話番号でメールしてくるものに関しては、ほとんどが詐欺なんで、まず届いたら焦らずに、その可能性を疑うようにした方がいいよという話でございます。こういった個人情報を不正入手しようとする方法をフィッシング詐欺って言うんですけど、これすごい昔からある手口で、他にもワンクリック詐欺とも言われてました。最近ではファーミングといって、サーバーそのものに再興して正しい URL を入力したのにもかかわらず、偽のサイトへ接続させるっていう手口があるんですね。これね、公共の Wi-Fi スポットから入ってきたりとかすることもあるんで、極力接続しないとか、二段階承認とかを提供してるアカウントサービスでは、これを有効にするってことが大事です。でこれも昔からあるんですけど、こういったサーバーに再興したりするときに使われるのがコンピューターウイルスというものなんですね。プログラムの一部を書き換えて自己増殖していくんですね。マルウェアとか言ったりもするんですけど、これほぼ同じような意味です。でこのウイルスっていうのは特徴としては、単体では存在できないんですね。その何かのプログラムの一部を改ざんして入り込んで、分身を使ってどんどん増殖していくんですよ。この増殖する様子がですね、病気の感染に似てるってことでウイルスって名前がついたんですけど、これいろんなタイプがあります。紹介します。1つ目、ワーム型。これはもうなんかウイルスの概念ぶち壊してくるんですけど、他のプログラムがいらないんですよ。単体で存在できるものでして、感染すると他のデバイスにも感染してしまうと、その姿が虫が這い回っているように見えるからワーム型って呼ばれてます。一
一番ワームなのはそれを作ったやつですけどね。二つ目、トロイの木馬型出ました。これはですね、何の変哲もない画像とか文章とかのファイル、まあ、それをアプリとかに偽装してデバイスの内側に侵入するっていうウイルスなんですけど、変なのダウンロードしちゃうとなるやつですね。感染するとですね、外部からの操作によってハードディスクの大事な情報を抜き取ったりする、デバイスそのものを操るウイルスです。まあ、内側から破壊するっていう意味でトロイの木馬型と呼ばれてます。だからちょっとかっこいいんですよね。三つ目、スパイウェア。はい、こちらユーザーの個人情報とかアクセス履歴とかを収集してインターネット上に自動で送るウイルスですね。一応ウイルスとは言ってますけど、他のデバイスには感染しないみたいです。まあ、この侵入経路は主にフリーソフトのダウンロードであったりとか、まあ、メールの URL 添付ファイルですね。これは一番データ流出の原因になるんで、顧客情報を多く持つ企業とかは特に対策が必要なものです。まあ、余談なんですけど、昔こうインターネットがまだねあんまり普及してない時代にコンピューターウイルスっていう言葉ができたんですけど、あんまり知られてないから、パソコンからその病原菌が出てるって勘違いしてマスクとかゴーグルしながらパソコン使う人がいたらしいですね。かわいい。ただこれ悪ふざけだけではなくて、過去にはとんでもない被害出したものあるんで紹介します。1つ目、 I love you。 すごいかわいい名前なんですけど、この I love you 実は歴史上最も悪名高い破壊ウイルスと言われています。このウイルス2000年頃に大流行したんですけど、 I love you というタイトルのメール届くんですね。でファイルが添付されてるんですけど、これをクリックしたらワーム型のウイルスに感染します。で何をするかというと、システムファイルと個人ファイルとかいろんなファイルを上書きして勝手に拡散し続けて、最後には全部破壊するみたいな、ほんとクソみたいなウイルスなんですよ。これ今考えると症状としては悪用されるってことがなかったんで全然おとなしいウイルスなんですけど、世界中で最も大きく報道された有害なウイルスとして有名になりました。これで、ね、ウイルスの制作者2人の若いフィリピン人のプログラマー逮捕されたんですけど、2000年当時ってこのウイルスを作ることを罰する法律なかったんで、これ訴訟取り下げられて逮捕されなかったってことでも有名です。次の2つ目、クリプトロッカー。はい、こちら2013年頃メールで流行したウイルスなんですけど、これランサムウェアつって、感染したコンピューターのデータを勝手に暗号化するんですよ。勝手にロックかけちゃうみたいな。それを復元させるためにはこれだけ金を払えと身代金を要求するっていうね、情報を誘拐するっていうね、すごいタチの悪いものでして、暗号化の解読のためにだいたい数百ポンドから数千ドルの金銭をビットコインで要求してました。被害額は約780万ドル、 8.7 億円と言われてます。ビットコインを換金した額がこれなんで、実際もっと多いんじゃないかとも言われてます。まあ、これ対策としてはウイルス対策ソフトを導入するっていうのが一番ですね。今無料の対策ソフトとかもありますし、もちろん有料の方が機能面では充実してることが多いです。あとね、意外と忘れがちなんですけど、ソフトウェアを常に最新の状態にするっていうのがあって、インターネットを閲覧するためのブラウザとか OS とかでアップデートがありますよってあるじゃないですか。あれの時は基本的には最新にインストールしておいた方がいいです。これ意外とめんどくさくて後回しにする人、僕含めて結構多いんですよね。ただもう仮に感染したなって分かった時はですね、まずもうLANケーブル無事抜いてください。もうインターネットに接続しないってことが何より大事です。切断することによってウイルス封じ込めることができるんで、まあ、その後ウイルス対策ソフトメーカーとかのホームページで対処法を見ないといけないんですけど、まあ、自分でまた繋げてやると多分無理だと思うんで、まあ、専門家に任せるのがいいと思います。あとめちゃくちゃ物理的な攻撃方法もあって、 USB メモリーなんですけど、これ実際昔ニコラマで横山みどりさんという方が、あらゆる生主の極秘動画と画像が入っていますって手紙送られてきて、その情報が入っていたとされる USB があったんですけど、これを配信中に挿した瞬間ですね、一瞬で配信画面が停止したんですよ。これ何が起きたかというと、その時送られてきたこの USB っていうのは実は USB キラーって呼ばれてるもので、 USB のポートに差し込むと高圧電流流して過電圧状態を作り出して機器を破壊するっていうものだったんですよ。これはね、2015年ロシアのセキュリティの専門家が作ったもので、本来はですね、一般家庭の機器の落雷とかによる耐性を測定するための検証ツールだったんですけど、こういう風にいたずらとして悪用されてしまったわけですね。ちなみにこれ横浜みどりさんが確か警察に相談したんですよね。そしたら、いやダメでしょって説教されたらしいです。まあ、他にも懐かしいもので開いてはいけないメールとしては、チェーンメールとか流行りましたよね、ガラケー時代。このメールを何人に回さないと不幸になりますよとか、まだこれ LINE でやってるやついたんで暇かと思いましたけど、あの辺は基本実害ないですね。ただこれやっぱ届いたこといないんじゃないかってぐらい広まったイメージなんですけど、じゃあ過去にインターネット上で一番流行した事件ってなんだろうなって気になって調べたら、2005年から2007年の間に1億7000万件以上のクレジットカード情報を盗んだグループがいたんですよ。その主犯格にアルバート・ゴンザレスっていう人物がいて、この人はですね、ロシア人共犯者と2人で米国内の大手金融機関とか小売業者の決済処理を行うコンピューターのネットワークに接続して、クレジット情報とかデビットカード番号を盗み出して、約250社以上が被害を受けたと言われています。他にもこっからサイバー犯罪グループにハッキング用のサーバーの貸し出しを行っていたとか、かなり多数の犯罪に関与していたんで、2008年の5月に逮捕されて、2010年の3月頃懲役20年が言い渡されました。この一連の騒動による被害額っていうのが約185億円と言われてます。これはアメリカ史上最大のコンピューター犯罪として話題になりました。はい、とね、まあ普段何気なく無視してるであろうメールの危険性などについて紹介したんですけど、やはりね、ネット社会である今、犯罪者っていうのはどんどん手口を変えてね、皆さん罠にはめようとしてきますよね。でやはりこれだけ身近になったってことで、メールを開くとか知らねえ USB を挿す行為っていうのは、全然知らない人を玄関開けて家に招いてるのと変わらないぐらい危険なことになってしまってるんで、もう100何億万回言われてると思うんですけど、インターネットの使い方、個人情報の取り扱いには十分注意しましょう。
ょうという話でした。ということで本日は以上です。リクエストありがとうございました。ぜひですね、動画の感想あればコメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。今日は人の夢を食い潰すクズを炙り出したいと思います。全国の匿名さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけども、ツイッターに僕の相談アカウントあるんですけど、最近非常に増えたなっていう相談がありまして、それがですね、ほんと時代もあると思うんですけど、所属してる事務所とかに金を払えと言われて困っていますっていう内容でございます。まあ、この種類とかね、状況っていうのは様々なんですけど、今 SNS とかライブ配信での主な活動をインフルエンサー事務所ですよって歌ってるようなところが勧誘してくるなんてことが増えてるんですね。でそこでスカウトが来て、いざ入ってみるとサポートはゼロ、むしろ高額なレッスン料に加えてパーセンテージだけを取っていこうとするっていうね。まあ、これがちょっとあまりにもひどいから辞めたいというと、いや契約書では3年だから、もし途中で辞めるなら違約金300万円プラス今の活動名は使えない、プラス2年間は芸能活動しちゃいけないなんてパターンがあるんですね。まあ、今日はそんな人の夢を利用してお金を稼ぐ、まあ、どうしようもない大人ですね。まあ、実際にはびこっている詐欺師どもについてお話していきたいと思います。で今日はですね、過去に僕の元に届いた話から抜粋して事例を紹介していくんですけど、まずちょっと前にはびこった詐欺、それがオーディション詐欺でございます。これはひどかったですね。僕のところにも1年前ぐらいに相談が来まして、あ、それやばいから絶対やめといた方がいいよって話をしたんですけど、皆さんよく SNS とかネットサーフィンとかしてたら、広告でこんな文言のオーディション見たことないですか。新人発掘オーディション、考古学者みたいに言うなよっていう話なんですけど、まあ本当に普通にちゃんとしたところもあるんですよ。もうそれはもちろんあります。ただ実際にこういったオーディションを利用して、まあ、詐欺まがいのことをやってる事務所っていうのが結構あるんですね。この方の場合はですね、歌手のオーディションだったんですけど、まずその事務所の名前っていうのが、もう僕全く聞いたことがない場所だったんですよ。横文字の、いや誰みたいな。ホームページ見ても、ちゃんとホームページはあるんですけど、夢叶いますとか、映画の作成にも力を入れてますって書いてあるんですよ。いやどのみたいな。これマジで多いんですよ。変な芸能事務所ホームページに映画の制作に力入れてるって書いてるとこめっちゃ多いんですよ。でこれどうなんでしょうね。たまに有名な映画の名前載せてるとこあるんですけど、これ別にそこが作ったとか、その事務所から出演者が出たとかじゃなくて、ただ制作費のお金をちょっとだけ出したみたいなことが多いんですよ。まあ、それをあえてですね、英語でずらーっと分かりづらくするために書いてるんですよ。日本語でかけっちゅうな、あれ。だからそのホームページパッと見ですね、まあ、この事務所結構いろんな有名な映画とか作品に関わってるんだなと思ってしまって、安心してしまいがちなんですけど、これノンノンノンです。まあ、悪徳マルチどもがいいスーツ着てレンタカーのポルシェ借りて写真撮ってるのと同じですから、一丁前にデコ出しやがって。でまあそういったところが行う新人発掘オーディションなんですけど、まあ、ここに応募してオーディションに行った方がなんと無事合格したんですね。しかしこっからです。その方合格した後にですね、実はうちの事務所 A クラス、 B クラス、 C クラス、この3つがあると言われたと。で君の歌の才能っていうのがもうこれ A クラスなんだけど、まずは B クラススタートだねって言われたと。でもいや本当は君 A クラスなんだよと。じゃあ A にしろよって話なんですけど、まあその方からしたらまあ合格できて、私才能あったんだっていう風に舞い上がってしまってるわけですよ。ほんならこっからですよ。いやね、まあ A クラスの人っていうのはまあボイストレーナーが専属でいて、うちで正式にその契約してる人しかなれないんだよねと。まあでも君の実力っていうのはすごいから、まあ2年ぐらい経てば A クラスになれて CD デビューできるって言われたんですって。ただその人からしたら、え、こっから私2年も待たないといけないのってなるんですよ、そんな事情でって。そしたら、いやでも、まあ、特別だけどローンを組んでお金を払いながら A クラスにすぐに入るルートもあるよって言い出すんですよ。その時の額っていうのが70万くらいだったんですけど、はい、出た新人発掘オーディション合格後の金銭要求、そんなわけないでしょうって。まあすごい大きい事務所に所属するために、スクールとか養成所に行くために、まあその授業料としてね最初から記載してるとかなら、まあ結構お笑いとか芸能の事務所やってますよね。でもこういったオーディションなのに急に合格後にお金を要求してくる、これまず疑った方がいいです。でこの時それがやばいってなぜ気づけたか、もうだいぶ匂いはしてたんですけど、っていうのがですね、この人実は一人でこのオーディションには参加してなかったんですよ。まあちょっとした活動で知り合った方と一緒に応募してたんですね。なのでこれ多分あれだろうなとピンときて、そのオーディションに一緒に参加した友達、これおそらく合格して全く同じ話されてるから聞いてみてって送ったら、もうビンゴボンゴ、全く同じこと言われてました。そうなんですよ。まあこういった新人発掘オーディションほぼ全員が合格になるように仕向けられてます。ほいでその場では、いや今回100人ぐらい応募来たんですけど3人しか採用してませんと、その中の君は1人だとか、あとはいついつ会長と何日に話し合いの場を設けるから、まあ、よかったら来てくださいと。でもうそこで契約書を書いてしまうなんてことが実際に起きるんですよ。ひどいですね。基本的にオーディションで行われて事務所と契約ってなった時にお金はかかったりしません。でもそこの事務所所属して仕事を紹介してしたら、その中からパーセンテージを取っていくっていうのが普通です。だから早速写真撮影とか言って数万円要求してくるところあるんですよ。いやこれ
誰も言わないんですけど、言うたら事務所の商品を自分の事務所のホームページに載せるのに、なんでこっちが金払わんといかんのと思いませんか。これ冷静に君たちが投資して商品化するのに、なんでこの事務所様みたいな顔しやがってと。 iPhone の性能なめんなよって話ですよ。まあ、このように高揚感というのを煽って契約させて、まあ、逃げられないようにするっていうのは本当多いですね。で、実際契約書にサインしてしまうと法的な拘束力っていうのが生じるので、辞めたくても違約金を請求されるというパターンがほとんどなんですけど、でさらに実際にここに書いてある通りに、まあ、レッスンしたりとか、まあ、そのパーセンテージとかお金っていうのが支払われることもないです。まあ、つまりこの契約書に先に違反するっていうのは大体その会社なんですね。なので逆に内側から揺すってやりましょう。まあ、間違いなくね、あっち系の人多いんで人格が変わったように向こう切れてくると思います。なのでこういった場合は弁護士に相談するのが一番です。まあ、そこで慎重に契約を切っていくっていうのが一番なんですけど、まあ、これ実際過去に判例が出たもので、エキストラに応募した女性をですね、オーディションに合格させた後、当初説明していなかった演技指導のレッスンを受講するように勧誘したとして、特定商取引法違反、これで芸能プロダクションの社長50代の男ら2人が逮捕されました。なのでこういったオーディションの後に変な勧誘されたら、まあ、すぐ警察行けば逮捕されます。でこういったものの相談件数なんですけど、まあ、最近また増えまして、年間で700件ぐらいの相談が消費生活センターに寄せられてるそうです。大体7割ぐらいが10代から20代の若者という状況ですね。結構深刻ですよね。本当にこの中から有名になる芸能人も出てたはずなんですよ。ひどいもんです。でそのね、ちょっと簡単な見分け方なんですけど、まず広告をめっちゃ出してる。はい。まあ、これはですね、広告費に金かけてるのに全然見たことないぞっていう名前だったら要注意です。もうコロコロ事務所の名前を変えてる可能性があります。次に年齢制限がないところですね。18歳からとか、どの年齢までかとか書いてないっていうね。まあ、これはですね、夢をちょっと昔諦めた人でも捕まえてやろうとしてる可能性が高いです。で次もですね、これ実際僕の元に届いた相談なんですけど、今これめっちゃ多いです。インフルエンサー事務所の勧誘です。今もうこういった事務所で100個ぐらいあるんじゃないですかね。でこのパターンっていうのがだいぶ癖があって、僕も結構困惑したんですけど、まあ、そのクリエイターとして契約して、まあ、詐欺られるパターンっていうのは今言ったパターンが多いんですけど、まあ、フォロワーが2万人ぐらいいた時に声をかけてきて、まあ、契約したらパーセンテージは取っていくくせに何もしない、仕事もくれない、辞めようと思っても違約金みたいな、まあ、これ結構ベタなんですけど、でその中でこの人も SNS を通じたスカウトだったんですけど、それが事務所のとある部門のマネージャーをしませんかっていうようなこと、まあ、これが SNS で声かけてきて、マネージャーしながら会社からお給料もらえて自分の活動もできますよと。なのでそこで有名な方と繋がれるからチャンスが多いよってやつなんですけど、これ頭いいっすね。ほんと悪知恵だけは働きやがるぜ。まず引っ越し費用全額負担するから事務所の近くまで引っ越してきてくれませんかって言うんですよ。で研修期間が終わったら月15万円ずつ払いますと。でそこから引っ越しの費用を1万円ずつ引いていくねと。まあ、一見太っ腹でものすごい手厚いように聞こえちゃって、しかも引っ越し費用出してもらって自分は憧れだった東京に行けると。で契約書にサインしていざ入ってみると地獄。まずマネージャー、これ10人ぐらい担当させられるんですよ。そこでひっきりなしに死ぬほど仕事させられます。1日10何時間はずっと対応で、で研修期間の3ヶ月を過ぎました。はい、給料未払いです。でさらにこの方は活動もしていたんで、その間もパーセンテージっていうのは取られ続けます。でさすがにこんだけ働いて給料出ないのおかしいんじゃないですかと、契約書にちゃんと書いてあったじゃないですかと。ほんならそれ契約書じゃなくて誓約書だったんですよ。おい、令和の一休さん。しかもね、いやこれはずるいっすよ。これ支払いますと払う側がサインするものなんですよ。でもその事務所の会長っていうのが、いやそんなもんに僕はサインしてないよって言い出したんですよ。さらにもうこの誓約書っていうのはこれ自体には法的効力がなくて、まあ、双方が書くってよりは、まあ、今後何々はしませんとか、まあ、今後こういう風にお金払っていきますとか、もう請求された側がサインしたりすることで、まあ、裁判になった時とかに活躍するものなんですね。でも雇用に関しては契約書、そして引っ越しの費用に関しては借用書だったんですよ。しかもその借用書っていうのはめちゃくちゃです。最初はもう無利子無利息で研修期間の3ヶ月終わった後月1万円ずつ返していけばいいよっていう話だったんですけど、最後に小さくですね、70万円を年内に返さないと利子 15%。 おい、なんちゅうやり方やねんこれ。だからこれ単純に計算して月1万円返済してたらこれ間に合わんからね。ひどいわ。しかももし辞めたいなら契約違反で数百万円と、そして2年間は芸能活動できませんっていう内容です。この相談が来たんですよ。正直やばいなって思いました。従来のシンプルなオーディションとか芸能詐欺よりもすごい複雑化されてて、なんならここ結構大きいところですよ。まあそこの別部署なのかもしんないんですけど、なのでこれは逆に弁護士を立てて攻めれるところ攻めましょうと。ここでは負けるかもしれないけど、これがもしことが大事になって表に出たら社会的に不利になるってことはわかるだろうということで、まず辞めた後芸能活動ができないというところ、ここを過去の判例でこれは憲法22条に違憲であり、もう裁判所が事務所を辞めた後に数年間芸能活動を禁止すると、まあ、この制約特約っていうのは無効ですよと判断してます。さらに2019年ですね、公正取引委員会も原則として事務所側
に正当な理由がないとして違憲、これが独占禁止法違反との見解を発表したんですよ。まあ、つまり辞めることができて活動できるんですよ。しかもいくら誓約書だからといって雇用の契約っていうのは結んでるわけです。それはもう全部労働基準法違反に該当すると。なのでこれはいくら契約書に書いてあっても、じゃあいざ裁判になったらこれは工場労働社会正義に反してると判断されるぞと、言ったら言ったらと。まあこれ結果、まあ結構揉めたそうですけど、無事辞めることができたそうです。よかったですね。やっぱ守りに入る時こそ攻めるっていうね、これ大事ですね。まあ今実際僕が体験した事例2つ紹介したんですけど、これすごい今かなり多いです。なので契約書を書かされそうになっても、可能であれば弁護士さんと一緒に確認するってことが大事なんですね。法はオツに対してって何なんあれ、わからんって。でまあその契約書関係のおすすめは、3ヶ月ごととかに契約内容を変えることができるやつがあるんですよ。もうそれすごいおすすめです。もし何か気に食わないことがあっても、事務所と双方で話しながら折り合いをつけることができるし、まあその状況が変わることってあるじゃないですか。収入がドーンって上がったりとか、別のところからスカウト来るとか、まあそういった時に交渉ができるんですね。まあちょっと事務所としても仕事できてないから、まあ契約書の見直しをしたいんですけどと。でこれって事務所からしても、まあこういったクリエイターの不満が溜まる前にですね、お互いに妥協点を見つけることができると。これはねすごいおすすめです。はい、というわけで今日はそんな若者の夢を食い潰す悪い大人について話しました。まあ言うたらこの契約書とかも所詮は紙なんですよ。まあもちろんね、事務所は一切悪いことしなくてルールを守ってるのに、クリエイターが逆にめちゃくちゃするっていうこともあるので、まあ、そんなぶっ飛んだ話が通用すんなら憲法というのはいらないですから。まあ基本的にはクリエイター側が被害者になるってことが多いです。そしてやっぱ最後に言いたいのは、夢を追うとか夢を叶えようとする努力っていうのは絶対裏切らないんで、そして始めるのに年齢も関係ありません。そこは応援してます。というわけで今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタクです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけども、最近あれ黒崎、はい、続編がちょっと話題になってたんで、今日は詐欺にまつわる話をしていこうかなと思うんですけど、先日僕のチャンネルで取り上げた募金詐欺なんかが結構身近だったと思うんですけど、まあ、今日はちょっと違う角度で、お金持ち、いわゆる成功者とかだけを狙った詐欺で、 M 資金詐欺というものがあるんですけど、こちらを紹介したいと思います。まあ、これ結構ぶっ飛んでるんですけど、実際に起きてるっていうところで、まああまり関連性のない人でもね、雑学的な感じで聞いてもらえればなと思います。では早速ですね、実際2年前にあった事件からです。事件名、コロワイド社長 M 資金詐欺で30億円騙し取られる。うひょわ。まずこの M 資金関係で一番話題になったのが、有名回転寿司チェーン店、このかっぱ寿司の社長が騙されたというケースです。まあ、最近もわっぱ寿司になってましたけど、この事件発生が2020年の6月なんですけど、まあ、被害に遭ったのが経営者のクロード金吉という方、もうなんか金稼ぎそうですけど、まあ、こちらすでに犯人は逮捕されてるんですけど、その時の被害総額というのが約31億円以上に上っていたことが分かっています。この一人の経営者からこんな莫大な額を巻き上げた犯人というのがたったの3人、主犯格を含め3人とも50歳以上の男性、うち1人は79歳の高齢者だったと言います。でこの被害に遭ったクロードさんという方、これどんな方だったのか簡単に紹介すると、もともと父親から経営を引き継いだカンタローという居酒屋があったんですけど、ここを一気にですね、有力なチェーン店にまで成長させて、その後カッパ寿司を運営するカッパクリエイト株式会社、そして有名焼肉チェーン店牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、フレッシュネスバーガーを運営する株式会社レインズインターナショナル、こういった会社を次々と買収して、一代で外食産業大手のコロワイドグループを築いたというね、めちゃくちゃすごい方なんですよ。いやこれめちゃくちゃすごいです。でこの事件のことの発端がですね、5年前の2017年なんですけど、犯人たちは過去にですね、まあ、この M 資金関係の話で知り合ったツテを頼って、この被害者であるクロド氏と知り合います。まず犯人たちは下準備として皇居の目の前にあった財閥系の有名企業本店とか海外銀行の支店とかが入ってるものすごい立派なビルのオフィスをまずレンタルするんですね。そして自分たちがこのビルの全体のオーナーだということを信じ込ませます。そして後ほど詳しく説明するんですけど、基幹産業育成資金、通称 M 資金2800億円を返済不要で融資できるよという話を持ちかけます。もう簡単に言うと2800億円あげますっていう話なんですけど、普通この時点でいやバカかと、ヤホンだらってなるはずなんですけど、このクロード氏こんな時こう思っちゃいます。自分こそ融資を受けるにふさわしい人間だ。まんまと話に乗っかってしまいまして、ていうのもこの億単位のお金っていうのがこれぐらい実際に稼いでいたから超現実的な数字だったんですよ。そして交渉費とか倉庫に保管する費用という名目で2017年からだいたい1年ぐらいかけてたった10回に分けて31億5000万円ものお金を言われるがままに振り込んだんですね。じゃあ本題なんですけど、そこまで人を騙す M 資金、これ一体何なのか説明します。まずこの M 資金のイニシャルの M っていうのが、あのダグラス・マッカーサーの下で経済科学局の局長を務めていたウィリアム・フレデリック・マーカット少将のイニシャルである M が由来だと言われています。彼が何をしたと言われてるかというと、日本の財閥解体とかの経済政策を主導しつつ、旧日本
本軍の隠し財産の調査、そして押収を進めていたと言われてるんですね。結構も飛躍した話なんですけど、まあ、この旧日本軍の隠し財産って何かというと、まあ、ざっくり言うとですよ、第二次世界大戦前に日本軍が戦争のために貯めていたお金のことで、まあ、敗戦後ですね、アメリカにこれを押収されるのを避けるために日本各地にこのお金を隠したっていう話があって、戦後ずっと都市伝説として残ってるんですよ。そう、この都市伝説を悪用したのがこの M 資金詐欺なんですよ。まあ、こういった経営者とか著名人をターゲットに日本とかアメリカの政府機関関係者を偽って、M 資金あるじゃないですかと、実はあれ僕たちは知ってますと、そして持ってますと、なのでこの隠し財産ですよね、このお金を一部の限られた経営者に融資してるんですよみたいな歌い文句で誘ってお金を巻き上げるんですね。でいつぐらいからこの詐欺あるのかっていうと、もう戦後60年以上行われてるめちゃくちゃ古い詐欺なんですけど、この手法ってほとんど変わってないんですよ。なのにすごい人が騙されるんですよ。でこれ名前伏せるんですけど、確実な被害者という情報が出てない理由があるんですけど、それもちょっと後半話すんですけど、大企業で言えば全日空アナ元社長大場氏、この方当時旅客機の導入を進めていた大場社長なんですけど、4回にわたってとある融資の話が持ち込まれて、で結局騙されたっていう話があるんですけど、これって実は M 資金詐欺だったんじゃないかっていう情報出回って、結果ですね辞任に追い込まれたんですね。他にも有名な自動車メーカー、そして電車ですね、そして東急電鉄の社長なんかが M 資金の詐欺にあったんじゃないかと噂されています。また芸能人でも田宮二郎さんという方がいたんですけど、この方2000億円融資しますっていう、まあ、これ M 資金詐欺で騙されまして、約1000万円の借金を背負って、まあ、これがね直接因果関係があるかわからないんですけど、その後自ら命を絶ってしまうという事件も起こってます。とはいえですよ、なんでこんなあるかもわかんない都市伝説っていうのを信じてお金を出してしまうのか、これ疑問に思いますよね。っていうのがそこには結構細かいねお金をかけてる場所があるんですよ。まずこの詐欺師がコンタクトを取る手口って大きく2つあるんですけど、1つがアポなしで直接訪問、謳い文句が、まあ、米国務省の実在している人物の名前と日本銀行総裁から記者の社長もしくは役員に会うように指示されてます、他の者には聞かせられないんで直接話できますかって伝えるんですよ。結構大博打に見えるんですけど、経営者ってこういう話すっきゃね。まあ、これを政府とか政治家の代理人とかに伝えると、なんだその話と思うけど、いや、これが万が一、マジだった時のことを考えて、相手はまず簡単に断ることができないと言われています。二つ目はですね、事前にレターパックで書類を送るケース。まあ、M 資金の説明とか、まあ、著名な起業家が関わってることを匂わす文章を見せて、まあ、信用させるという手口なんですけど、じゃあ、いざ接触できた時、まあ、面談を1対1で組むんですね。もうだいぶうさんくさいんですけど、まあ、まずさっきの都市伝説話して、で、まずさっきのね、この M 資金に関しては結構知ってる人が多いんですよ。で、財務省とか金融庁などと書かれた、まあ、5000億円の還付金残高確認証とか預金通帳のコピーを見せるんですね。そして経営者の自尊心をくすぐるような言葉を巧みに並べて契約の締結へと進めていきます。で締結後はまず名刺を2枚用意させるんですね。で1枚は裏に氏名と銀行員、生年月日、携帯番号とか、そしてよろしくお願いしますと一筆書かせるんですよ。でこの時の仲介手数料とか諸経費を名目に契約金額の数パーセントを要求するんですね。でその資金が入金されたら姿を消すと、これが一連の流れだと言われてるんですけど、まあ、こう聞くとめちゃくちゃシンプルじゃないですか。でも途中でバレたりとか手数料取れなくなったりとか、この後警察に言われたらどうすんのとか思うじゃないですか。これ大丈夫なんですよ。なぜかというと、その書類を脅しに使ってお金を巻き上げるというケースがあるんです。これちょっと後で説明します。でこの最初に話した事件のかっぱ寿司元社長が被害を受けたのは、この M 資金グループの中でも50年ぐらい前から存在してる老舗グループの大手町、まあ、これが皇居近くのオフィスビルをよく使うことで知られてて、他にも都内には新橋グループとか岩合グループ、上のグループで、関西には在日系グループとかいうものが存在してると言われています。でこの岩合グループは日本一の美人詐欺師とまで言われてる人がいます。でこの詐欺の一番厄介なところが、グループは複数存在してるんですけど、一度でもこの秘密資金の存在を信じて受け取りを了承したりとか関係を持って確約書とか何かしらに署名するとしましょう。で途中でやっぱおかしいわなっても、このグループ内で M 資金の書類が出回って取引されるんですね。で契約者本人に電話をかけて、ちょっとすいません、非常に言いづらいんですけど、この契約書見ちゃったんですけど、こんなもんにサインしちゃっていいんですかねみたいな感じで揺するんですよ。だってそもそも隠し財産なんですよ。こんな本来ですね、国が把握してない、国が預かるべきお金と知っていながらサインしたんですよね、あなたと。これが世に出たらあんた終わるぜって言うんですね。でそれを言うためだけに会社に出向くこともあるそうですね。なので実際この確約書に署名してしまった、まあ、上場企業の会長がですね、2017年に突然失踪して、その後謎の体調不良を理由に辞任したっていう事件もありました。だからこそ実は M 資金の被害者だったんじゃ
ゃないのかっていう噂があるんですね。なんなら今表に出てないだけで今現在も被害に遭ってる経営者っていうのがいるという可能性があります。でこの人がこの M 資金に騙される一番の理由っていうのが他の詐欺と違うところ決定的な部分があるんですけど、それがすでに都市伝説としての世界観が出来上がってるからだと言われています。っていうのが、まあ、詐欺師が相手を信用させるために一番大事にしてるのってまずその世界観を作り上げることなんですよ。まあ、例えばオレオレ詐欺とかだったら、まあ、電話でいろいろ説明して納得してもらわないといけないですよね。まあ、〇〇だからお金が必要、そして僕はあなたの息子ですよみたいな。ただこの世界観を作り上げる作業で一番嘘がバレるんですよ。リスクが大きいんです。ただ対してこの M 資金詐欺っていうのは都市伝説として昭和頃から存在してるんで、すでにその話を聞いたことがある人とかファンが多かったりするんですよ。なので詐欺師も M 資金ですって説明するだけでもう一から世界観別に作り上げなくていいんですよ。もう存在するしないとか関係なくて、要は話自体辻褄が合うようになってくるんで、あとは他のところで相手に納得感を持たせたらいいんですね。でさっき言った公共近くのビルのレンタルオフィスもそうなんですけど、わざわざロールスロイスに乗ってきたりとか、あと実際にあったもので言うと、もともとイギリスのスナイパーをしてたみたいな嘘ついて、もうまるですごいやつ風に見せかけるんですね。要は相手が信じたいことを信じ込ませるっていう詐欺なんですよ。やっぱ人間っていうのはどうしても稼げるとか得をするって言われると、まあ、それを信じたくなりますし、浮き足っていうのはどうしても立ってしまいますよね。ここがこのオレオレ詐欺とかチェーンメールとか募金詐欺とかとの一番の違いですかね。ただこれはね、 M 資金に限った話ではなくて意外と身近に潜んでますし、なんなら詐欺被害で一番多いんじゃないかなと思うんですよ。例えば一つは副業詐欺ですよね。これ実際に起きた被害で言うと、LINE 上で月20万空いた時間に簡単に稼げるっていう求人広告出てて、いざ応募してみると、あの仕事にボイスレコーダー必要ですということで2万円のボイスレコーダー買わされて、そこから音沙汰なしで連絡を取ろうとするとすでに会社がなくなっていたという被害があります。あとはツイッターですね、リツイートすると抽選で5名に現金30万円プレゼントっていう投稿を見て、これリツイートしたところ、なんと当選した後にですね、振り込みの手数料必要だって言われて、クレジットカードの番号とか画像送っちゃって、手数料1万円入金したら連絡取れなくなったとか実際にありました。あとは名前貸しとか口座貸しですよね。もうこれはね、やる人もやる人なんですけど、消費者金融でカードを作って、あのオフィスに持ってきたら1社につき5万円みたいな、でそこで借りちゃったお金の返済とか利子は全部こっちが負担するから大丈夫って言われて、まあ、3社カードと契約して持ってったら、うおー15万円ですっつってもらえるんですよ。ただその後めちゃくちゃ請求が来るんですよ、借りた分のね。あとは FX ですね、こっちがお金の運用して稼がせるから口座だけ貸してみたいなバイトとかですね。もうこれも蓋を開けてみたら自分の口座がマネーロンダリングに使われていたみたいなことも結構あります。もうこう上げ出したらキリがないぐらいですね、実は身近なところに人の欲望を狙った詐欺って存在してます。なので少しでも怪しいなと思ったら正直もう調べるまでもないっすわ、全部嘘と思ってください。でもね、これ本当騙される人多いんだろうなっていうのが、僕がやってる相談アカウントに1週間に1回絶対あるんですよ。あの副業やりたいなと思って調べてて、この人と連絡取ったらみたいな。もうそうなるとね、僕なんかどうしようもないんですよ。もう弁護士とか組合とか消費者のところにもう召喚するしかないですから。あと若い子で多いのがプレゼント企画の当選後とか、まあこういった仕事もそうですけど、始める前からお金払わせられるっていうのは基本的にないので、あ、これ怪しいなと思ったら絶対払わないでください。では最後にですね、お金じゃなくても詐欺師がよく使う技術を紹介します。まあ、敵を知るとおのずとあのなんかが見えてくるって言いますよね。一つ目、変貌性の法則。まあ、これはですね、お返ししないと悪いなっていう罪悪感の心理を利用するもので、まず最初に1万円実際にあげて、後で10万円巻き上げるみたいな話ですね。日本人特にこれ注意です。二つ目、コールドリーディング。これまあかっこいいんですけど、初対面なのに相手の心を見透かしてるように見せるんですね。例えば、あなたたまに不安になることないですかとか、もっとね、あなた評価されていいんですよ。評価されたいでしょみたいな。まあ、意外と誰でも当てはまるような言葉をうまく使って、まあ、相手に対して、あ、この人自分のこと分かってるな。あ、自分より上だわ。と思わせる方法です。これはあの、バーナム効果って言ったりします。まあ、占い師とかのテクニックでもありますね。そして最後は、権威。これがやっぱ大事なんですけど、やっぱ何々の専門家とか、すごい肩書きを持つ人の話っていうのは、まあ、本当なんだろうと思って聞いてしまいますよね。東大卒とか、あとさっきの話でいくと、ロールスロイスに乗ってるとか、まあ、この自分のステータスを上げることで、相手を信用させる方法なんですよね。まあ、マルチとか情報商材系のイメージですね。あの、今度すごい人に会わせてあげるから、みたいなのよく聞きますよね。あの、本当にすごい人って、多分自分からわざわざ自慢しないんで、この時点で少し怪しいなと思ってください。だいぶ前というかもう、5、6年前ですかね。この人知らないのって言われた時、すっげえムカつくって話をしたんですけど、いや、俺が知らねえってことはその程度ってことだろ、覚えとけバカっていうね。はい、と、まあ、以上3つ紹介したんですけど、まあ、ちょっとこれを連発してる人がいたら、まあ、少しね、ちょっと怪しい人なんで気をつけた方がいいと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、今日はこの M 資金詐欺について紹介したんですけど、まあ、ちなみに皆さんの中にね、詐欺にあった方とか、ちょっと騙されそうになったなって方いたら、ぜひ、この動画の感想と一緒にコメント欄にお願いします。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。